まず調子ありましょう、ほんまにごめんなさい。何よ何よ。今から向かうのは富士急ハイラスです。それでは参りまーす。はい、よろしくお願いします。富士急ハイランドへ GO! 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 いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。はい、皆さん食べてくださいね。ティッシュ、ティッシュ、ティッシュ。豚まんめっちゃ美味しい。美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ柔らかい。これ肉汁がこぼれ出てきます。そう。じゃあうまいやん。中にクリーム入ってんの？入ってる。下へ。うわ、たっぷりや。牛タンいただきまーす。タバスコいくらしい？やばすぎ。うん、たこ焼きも美味しい。うまっ。うまいよな。おいちぃ。いや、大悟くんの運転で富士急まで行けるってもうこの上ないことすぎや、ほんま。ほんまそれよな。ありがとう、嬉しいな。嬉しいわ。でも俺、大悟くんの運転じゃないと俺もう乗りたくないもん。せやん。嬉しい。やっぱ大悟くんしか勝たんやし。やったー。ジョー君に言えって言われました。おいおい。牛タン食レポまで3、2、1。疲れました。寝てたよ。これついてるの？最高。ついてるやん。この、はい。噛み心地。毛先でもない。噛み、ごたえ？うん。ほんまに、牛タンがすぎて、タンタンしちゃう。えぇー？タンタン、タンタン、タンタン。ウェイト寿司ある。タンタン、タンタン、タンタン。美味しいな、冗談ですか。冗談です。じゃあ、ここに。冗談。皆さん、食べました？食べました。ごちそうさまでした。いただきますか。せーの。ごちそうさまでした。ジョー君と京平、ありがとう。ほら、これ。綺麗な富士山が見えてきました。あれ？あ！あー！見えてきた。富士急ハイランドに到着いたしました。最初はなにわ男子が戦慄迷宮に入ってみた。一発目だいたい朝の、9時です。それってあのめちゃくちゃ怖いという噂のお化け屋敷ですよね、はい、そうです。それを今からなにわ男子ってはい、あかんって。だってこの前のさ、はい、花屋敷の時の流星くん見たでしょ。見た。だってね、はい、めっちゃ怖いって言われてんやろ、ここ。そうですよ、これ赤いよ。日本でも最強ぐらいの知恵の噂を発揮するものなんですけど、今からですね、お化け屋敷の中でも日本有数のなんてずっと言うことで、これね、あかんのよ。これね、ほんまにあかんのよ。何があかんの、ごめんごめん。俺も今日これ来てるから多分こういう感じやろと思ってる。グッとトライよ。はい、あ、今からですね、お化け屋敷の中でも日本有数の怖さを誇るとされる戦慄迷宮に入っていこうと思います。全員で入っては怖さは半減されます。せやな、何よな、チーム分けをしたいと思います。何それ、何のチーム。チームがですね、4人チーム、はい、2人チーム。ちょっと待って、ちょ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 、1人チームです。え、怖いよ。4、2、1です。え、これどうやって分けるの。まあでも、マスゲームの人がいますね。さすがキング。あれ、いやいや、やめてやめて、それは綺麗にメガネ置いてんちゃうぞ。しかも綺麗に背中にチャンネル登録って書いてる。さあ、立ってください。めちゃん立って皆さんには、はい、じゃんけんで決めてもらいます。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、大悟さん、大悟さん、じゃんけん、じゃんけん、大悟もやるやろ。僕は4人の君。マジかよ。だって大ちゃん怖いもん。そうだ、大ちゃん怖いんだもん。入らんでええねん。
まあいつもやったら勝った人から決めていくじゃないですか、今回は逆に負けた人から決めていきます。負けた人からどのチームに入りたいかを決めます。負けたら嬉しい、はい、これも逆にね。それでは参りましょう。最初はグーじゃんけんぽい。シンプルに富士急を楽しもうと。いや3ついたら、高橋何人チーム、僕はじゃあ2人チームということで2人チームができた。2人チーム、じゃあ初の何チーム、4人チームラスト、じゃんけん負けたら4人の方行ける。じゃんけん勝ったら1人で行かなかった。結構あるやん。やろうやろう。天と地の。それでは最初はグーじゃんけんぽん。ドン！やばい。ドン！負けた方がいいから一回こうやって。どっちです？一回どっちになる？ということで、ジョー君が4で長岡一人でーす。頑張れ。行こう。可愛いめです、こいつ。見てください。もう恋人つなぎしてます。マジで怖い。可愛いです。マジで調子乗ってる2人の方。マジでさ、お前手の握り方がガチや。お前絶対いざとなったら掘ってくやつやろ。お前掘ってかへんからさちょっとほんまに怖い。なんでお前ノリだけでお前2人とか言ったん。後悔してる。後悔してる。うわなんか電話鳴ってる。絶対あれやばいって言ってもうプルプルしてる。もうプルプルしてるやん。確定や。待って、俺嫌やって。マジで。うわそれでは行ってきます。怖っ。いやマジで行かれへんねんけど。ごめんなさい。みんな。行く、ほんまに走れへん。ロールロール。よし行くぞ。6人で行かへん。まあ、それはお前2人の意味ないやんけ。4人とか行かへん。2人で頑張る。ほら絶対言うのさ。はい、電話鳴った。最悪な。え、待って、誰かおる。覚えてる。あのほら静かにしよう。見たやん。こっち見た。静かにしよう。絶対か。
リアルで怖かったです俺も。でもあの楽しい怖さでした。こいつは、はい、ガチでビビってます。たびたびリタイアとかしやんとか、あぶねー、二人で一旦後悔してるとかずっと言ってんすよ。マジびっくりした。最悪だ、最悪だ、最悪だ、最悪、もうなんか揺れてる。ほら女俺やん、行くぞ。通った通った。ジョー君、アイロアイル破れてない？いや、もうこんなん破れてないなあ、こんなん破れてた。破れてない。ダメージチーズがよりダメージになってるよ。エグいって。そのうち避けるにタップになるんですよ。これはあかんわ。
怖っ。ちょっとダッシュで駆け抜けたいと思います。ダッシュで駆け抜けます。怖っ。やっぱり無理や。怖すぎる。マジで怖い。でも結構ケントもかかってっちゃかかってるんですね。いや、まあ、一人や。一人はエグいって。一人エグいってここやっぱジョー君が行かなあかんかったんちゃう。最年長ね。絶対ちゃうやろ。快適や。なんでやろ。怖い。誰か人おる。真っ暗やで。いや人おるって。うわ暗い。え、真っ暗になった。電気つけて。電気つけて。はい、いかがでしたか。いや俺は楽しかったですよ、うん、あ普通になんかわーっていう楽しさをつい楽しんでたんですけど、うん、楽しかったですよ。楽しかった。楽しかった。ほんまにリタイアか走ろうの声しか聞こえそんなタートルネックヨレヨレやったほんまや。伸びたいいってなった気がする。でもねめっちゃ可愛いのがねずっとここ握ってるくんです。見てこのガッチして捕まえてるからね。俺ガッチしてるからね。よし。いや面白かったよ。でもなんかちょっと心強かったところあるかな。分かる分かる。4人寄ってからさ、でも1人やすごいよ。マジで怖かったっすよ。ここ1人で行けたらほんまに怖いもんないよ今回。ないもんないねん。ないけど。じゃあもうこれはあれこれからは流星と長尾が中心になってお化け屋敷を盛り上げていきましょう。オースオースじゃないオースちゃうねん。バラッタ無理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